に忍びます。任務開始。やったやったWe'll be right back.
あった、財布を持っている子に逃げられた。デカ父女、ほら財布だ、取り返してやったぞ。ありがとうございます。デカ父女じゃありません。私の名前はアスカです。それであなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。ああ、行っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくちゃ。あれはアスカじゃないか。すみません、ごめんなさい。変な生徒にセクハラされてるぞ。ちょっと太もも触らないでください。そりゃあたいたちが忍びってことは普通の生徒に知られちゃまずいんだけどさ。ちょっとヘコヘコしすぎだっての。おいお前ら、アスカにセクハラするんじゃねえっての。カズネ、あたいはセクハラするのは好きだけど、セクハラを見るのは大嫌いなんだ。正当防衛ってことでちょっとお仕置きしてやるぜ。
ちょろい。 服装の指導をされていただけなんだけど。そんな今更だけど。悪かった、ごめんな。ちょっときつめのセクハラだと思って水に流してくれよ。 あ、笑ってごまかした。 いい感じじゃないか。 柳生ちゃんもこのぬいぐるみ欲しいの？ お、 ひばりもずっとこれ欲しかったんだ。知っている。それじゃお願い、ひばりに譲って。やっと見つけたんだから。いや、俺は。そうだよね、嫌だよね。この子すごく可愛いもんね。 柳生ちゃんも欲しいよね。いや、俺は。隠さなくていいの。こうなったらこのぬいぐるみをかけて勝負だね。勝負？うん、ひばりじゃ柳生ちゃんには勝てないと思うけど、それでも譲れないものってあるもんね。わかった、その勝負受けて立つ。 柳生、前忍。左、前忍びます。いざ尋常に前切れ。
このぬいぐるみはひばりのものだ。え？ひばりにくれるの？前から欲しいと言っていただろ。最初からプレゼントするつもりだった。え？じゃあなんで勝負したの？ひばりはやればできる子だ。何でも自分から積極的に行くといい。それがいつか自信につながる。それじゃあ私のために勝負に付き合ってくれたの？ああ、ありがとう。ヤギオちゃんって優しいんだね。いや、それほどでも。ひばり、クナイを家に忘れてどうやって授業を受けるつもりだ？確かにカバンに入れたと思ったんですけど。仕方ない、お前は放課後に補習だ。今日は帰りにみんなでバナナクレープを食べに行くはずだったのに。それは残念だったな。先生、待ってください。その補習、私たちも受けます。え？私たち4人、みんな同じ気持ちです。どういうことだ？みんなは1人のために、1人はみんなのために、仲間なら当然のことです。まあいいだろう。では補習は校庭で行う。5人の中で成績が最下位の者は何度でも補習だ。
ひばり、勝ったの？私がビリだね。補習決定ってわけだ。まさか、アスカちゃん手加減したの？え？いや、その…ひどいよ、そんなの。ごめんね、本当にごめん。仲間のために盾になるって難しいね。ううん、でもひばりのためを思ってくれたのは嬉しいよ。ひばりちゃん、二人で補習を受けよっか。うん、そうしよう。もっと強いやつ出てこいよ。どいつもこいつも弱すぎる。いくつだよ、こんなの何にも面白くない。
朝飯朝飯。これは…敵の任務か？カツネ、どうしたの？いや、まあ…これ…授業に遅刻するって言っても、カツネ、ラーメンは絶対に残さないじゃない。きっと何かあったんだよ。わかった。みんなが揃ったら全部話すよ。キリア先生に相談した方がいいんじゃないかな。同感だ。でも今日はキリア先生出張の日だったはず。どうしよう。敵が攻めてくるかもしれないんでしょ。ヒバリたちだけでなんとかなる。まだ敵が来ると決まったわけではない。お前、誰だ？お前たち、忍び学生だろ？私はホムラ、規律蛇女子学園の忍び学生だ。
お前らは半蔵の忍び学生だろ。何を言っているんですか。私たちは知らばっくれても無駄だ。それに隠れ結界を発動したのにお前らは消えない。なるほど、そこにいるのは全員忍びか。だったら何だって言うんだ。超秘伝忍法書を渡してもらおうか。渡せるわけがありません。渡さなければどうなる。決まっているだろう。力ずくだ。面白い。カツネ待って、ホムラちゃんとは私が。そんなに戦いたいんやったら相手になったる。あんた誰。日陰。あんた強いのか。強い、そうありたいもんやな。なんで。命令に応えるためやったら強くないとあかんやろ。みんなを下がってて、ここはあたいたちがやる。デカ父女、お前忍びだったのか。うん、まさかこんなところでまた会うなんてね。一つ聞いてもいい。どうして超秘伝忍法書が必要なの。どうして。決まってるだろ、最強の忍びになるためだ。最強の忍び。各校の超秘伝忍法を奪って、私は誰にも負けない強さを手に入れる。ホムラちゃん、おかしいよ。超秘伝忍法書がなくたって修行で自分を鍛えれば強くなれるじゃない。強くなるためには手段を選ばない。それが私たち蛇女のやり方さ。そんなの忍びの道に反してるよ。文句があるならかかってきな。お前の言う忍びの道ってやつがいかに薄っぺらいかを教えてやる。私の忍びの道は薄っぺらくなんてないよ。あった、正義のために舞い忍びます。受けてみろ。
早く戦う。邪魔をするなら潰すぞ。まだまだまだ受けて早く戦いたいぞ。油断大敵ぜっくらえ。早く戦いたいぜ。チェット上流くらえ。早く戦いたいぜ。飛んでる遅い。切る。やった。遅い。逃がしましたね。よくも、よくも、よくも、はぁ。いきます。忍び天気。どれほどの腕なのか、わざと攻撃を受けてやったんだがな。軽い、軽いんだよ。お前の薄っぺらさそのままの軽い攻撃だ。そんなんで私にダメージを与えられるか。まあいい、今日は挨拶に来ただけだ。次に会う時は命がないと思え。